UCI ワールドカレンダーは2009年、2010年に開始された自転車競技、ロードレースの年間シリーズ戦の名称。2005年から実施されている UCI プロツアーはツールドフランスなどのグランツールやクラシックレースなどのロードレースファン、関係者らにとって権威のあるレースばかりを集結させた画期的な年間シリーズ戦であるが、 国際自転車競技連合主導職が非常に強く、UCI とグランツール主催者との間で運営等をめぐって深刻な対立を生むことになった。2008年、グランツール主催者が一斉に UCI プロツアーからの離脱を決めたことから、同年における対象レースが激減したばかりか、ツールドフランスなどのグランツールやロンドファンフランデレンを除くモニュメントと呼ばれる。 クラシックレースなどが対象から外れたこともあり、シリーズ戦としては事実上有名無実化してしまった。加えて、パリニースの開催をめぐって、UCI と ASO の深刻な対立が表面化。ひいてはこの一件が後々にも影響を及ぼし、ツールドフランスの休息日にあたる、同年の7月15日に、水面下で UCI プロツアーに変わる。 新シリーズ先制定を画策していたグランツール主催者と17の UCI プロチームが翌2009年シーズンの UCI プロチームライセンスを更新しないことで合意したことから UCI プロツアーという制度そのものが崩壊の危機に立たされた。この危機に対し UCI 会長であるパッド・マッケードは 国際オリンピック委員会会長であるジャック・ロゲやツール・ド・フランスの運営責任者を務めたことがある、同委員のジャン・クロード・キリーラを仲介者として招き、ASO の親会社であるエディシオン・フィリップ・アモリと交渉することになり、同年8月18日、UCI とグランツール主催者が共同で運営する新シリーズ戦を2009年シーズンより実施することで和解。これにより、 従前の UCI プロツアーとヒストリカルレースというグランツール主催者が主催、運営するレースを合体させた UCI ワールドカレンダーが誕生することになった。しかし2011年シーズンにおける UCI ワールドツアー創設に伴い UCI プロツアーとヒストリカルレースという形式上は日本立てのシステムを取った同シリーズ戦は発展的解消となった。 UCI がアモリスポルオルガニザシオン RCS スポルとウニプブリックと共同で運営。2009年は UCI プロツアー14ヒストリカルレース10の計24レースが対象になった。2010年は UCI プロツアーレースとして新たに2レースが対象に加わり、計26レースが対象となった。以上対象レースをポイント化し、個人、チーム、 国別の3つの総合順位を UCI ワールドランキングと称して争うこの点においてはグランツールなども対象レースとなっていた2007年までの UCI プロツアーと型の上ではほとんど類似しているが UCI プロチーム以外のプロチームに所属する選手及びチームもポイントの対象となるのが特徴 UCI プロチームには UCI ワールドツアー全レースに 出場の義務がある。これは逆に考えれば UCI プロチーム所属選手にとってはチームが確実にワールドツアーレースに出場するためこれらのレースに出場し結果を残すことで自らのステータスを上げるチャンスがたくさんあるという意味でもあるが上記のプロチームでなくてもポイントが与えられるという特徴により UCI プロチームにあえて加入しない 著名選手も現れ始めていた。太字は、ステージレース。ありがとうございます。